おはよう。行こうか。はい。あ、じゃあカメラ変えてる。はい。カメラ変えてる。車変えてるよ。車変えてるから。痛い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 。ちょっと待って。ちょっと待って。ラッシュやめて1100円。うわー。え、めっちゃ買うやん。最高よ。最高だ。最高額。もう10円。めっちゃ来たどい。めっちゃ来たどい。あ、1来た1来た1来た。クワガタで一攫千金。いや、まさか今年もやるとは思わなかったですけど。いや、死ぬまでやる。ということで、はい、ということで、まあ、なおちゃんと、クワガタ名人、坂森ちゃん、はい、そして、伝説のワイ男子、龍馬神、この4人でまた今年もやりたいと思います。クワガタを見つけて、はい、そのクワガタの値段を調べて、はい、その値段分、競馬をかけると。ちょっとね、皆さんのモチベーション、まあ、坂本ちゃんは高いかもしれないけど、龍馬ちんはもう本当無理くり呼ばれてる感あるからモチベーション低いと思うのよ。龍馬2回ぐらい断ろうとなのでね、あの今回ちょっとモチベーション上がるか分かんないけど、はい、まあ見つけてそれで競馬かけるじゃないですか、はいはい、一番クワガタ見つけた人に、はい、あの賞金出します。おー、当たったらね、競馬が当たったら。だから予想もちゃんとして、クワガタ見つけた上で予想もしっかりして。あ、競馬するの？競馬するよ。俺も？そうだよ。みんなで？そうだよ。え、例えばじゃあ10万ぐらい買ったらどう？だからそこからもう あげるよ。え？で 10万勝てるやんね。え、じゃあ、うん、すごい有利ってことでいい？何が？坂本ちゃんが？うん、あ、そう。でも教えてね。あ、まあまあ。え、でもルール上さ、うん、あの例年の、うん、まあ、これから一生やってくルールとして、大クワガタとか取ったらさ、うん、すごい金額になるじゃん。まあまあまあ。それをさらにかけて当たったら、そうよ、100万の可能性もあるよ。そうだよ。ありがとうございます。あの、マジで本当に先車買います。という感じで、今回はもうクワガタ見つけた人はもしかしたら得するかもしれないということで、はい、よろしくお願いします。道間違えた。え、全然違う。なんなん。これ今ちょっと調べたら、これただのなんか生き物の情報館とかがあるような場所で、いわゆるクワガタが見つかりやれるような散策できる場所はここから2マイル。何マイルだよ、分かんねえ。なんで外国。来た。来た。ここですね。ここですか。来た、ごめん、食器屋さん。あら、怪我するで。いや、森突っ込んでたけど。え、坂本ちゃん、坂本ちゃん、え、あ、バッタ、バッタかい。なになになに、取れないわ、ごめん、坂本ちゃん頼むわ。え、どうした。え、痛い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 、いきなり痛い、いきなり痛い、いきなり痛い。メスですね。メス、坂本ちゃん、はいはい、ヤブトルシのメス。メスすごいと。え、てか樹液すごいぞ。ここ、あ、これ米付き飯がいるね。いや、それいいだろ。よくかぶってる。うわー、うわー、来てる来てる。いたー。入れましょう入れましょう。生きてるね。いた。すげえ。やった。ほら。テンション上がるね。これは俺のカウントでいいんだよね。え、坂本ちゃん。なんでだよ。取ったから。俺触れてんだってこれ。でもさっきルール言ったけど、やっぱ、はい、取った人と。あ、くっそ。やられた。ちゃんといるね。すげえ頑張って探すわ。ちゃんといる。ってことはいるじゃん。いる。いや、いるじゃん。すごい。すげえ。やった。やった。楽しくなった。入ってまだ5秒。急に騒ぎ出したからね。入って5秒でカブトムシいるんですね。ずっと動画出てる。確かに。確かにすごいじゃん、この森。待って、あそこにも背中抜けたな。完全色めきだって。めっちゃ探すようになってるやん、もう。でも、あ、なおちゃん、
今年から、コクは罰金なんで。どういうこと？コクは逆に1000円もらえます。毎年俺見つけたクワガタがコクワだったら誰も信用しなくなるでもいたらいたって絶対言うじゃん、まあ、それがコクワだったらコクワだったら あの穴とか見ててそういたって言って出したやつがコクワだったら俺1000円罰金確かに払ってでも俺は捕まえるけどなコクワかぶってこれ何本番コンバース。これ何の穴？コンバースじゃないの、俺の。これモグラじゃない？モグラばっか見つけるやん。モグラでしょ。最初のね、最初本当に僕のチャンネルじゃなくて、なおちゃんとやってる頃のチャンネルに、その時ね、クワガタ探さ、なんか探しに行ったらモグラの穴ばっか見つけるっていうくだりがあったんだよね。モグラよ。詳しい？モグラ。モグラ。モグラ。これもモグラ。モグラ捕まえられる？モグラいらなくない？モグラ売れない？売れないよ。うわーごめん完全に忘れてた。何年前だあれ？ただナオトが細かった。8年って10年前ぐらいだわ。多分リアルに。まだ細かったもんねだってね。俺がマッチンパだったしな。おお。上の。本当は喧嘩してる。届かないですね。肩車する。ここまでしてかだって100円じゃん300円だよナオトいけるかせーちょちょ金玉金玉痛い痛い痛いやめて森で金玉やめてナオトやめて怖い怖いナオト金玉金玉やめて届かねえじゃん全く届かないよ下ろせ下ろせ一回しちゃダメ一回しちゃダメ痛い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 どういうことどういう原理どういう原理だったなんかバカデカ金玉なの俺タヌキ取ってた俺タヌキ取ったの今え待ってえあれ坂本ちゃんこれなんか輝いてるの何このちょっと待ってくださいこれあれえ何がいるこれ何医者のいや見えるやろもうそれスコープですそれ見え何その輝いてないそのガジェット出したいだけじゃん捕まえてから、ね、何あえ何あこれあれだえダメだえゴミ虫だ今僕も見つけて思ったけど、はい、触れないわうんやっぱあのだから見つけた人にしよう、うん、見つけた人にしよう見つけた人からだから捕まえれない人は坂本ちゃんにそこから、うん、ねあちょっと捕まえるを払おう100円渡そう100円なるほどねこれがコナラですねクヌギコナラにいるんだよねだからまあ探す方はこういう木を見返すもんいってどうこの木びしょびしょだねやめてみやびだね散らかるのよスケベとみやび出されると思って散らかるのよ何これ？これ見つけたダイヤモンドじゃん。これクリスタル。何これ？クリスタルでしょこれ。何これ？何これ？え？何これ？すごいじゃん。これ大角編中ここ。うわすごい。うわ上までじゃない？え？これもう木何これ？蜜？蜜だ。あ硬いわ。蜜だ。これ本当に蜜だよね。めちゃめちゃ出てるよ。ちょっと怖いんだけどこの蜜の量。ちょっと怖いね。何？どこ？またどこ？どこどこどこ？またメスだ。え？本当だ。またメスですね。メスだ。まあ一応取るけどさ。メスしかいやあの一応取るけどさやめてよ。めっちゃいいのいたじゃん。いやメスはなえるな。はっきり言うじゃん。視聴者の声。まあ一応。オスは全部食べられちゃってんのかな。そんな危ないまた。オス全滅？メスなの？メス木の間にあの角埋まってるパターンない？生きてる？メスですね。生きてるよ。あ、よかった。あ！おびただしいほどキマワリがいます。やば！キマワリ一匹いくらですか？キマワリスポット。見えてる？ちょっとちっちゃすぎて見えない。入ってった中。ってことは相当深いねこれね。あ、てか穴が開いてんだ中に。ああそういうことか。うわあ、クワガタ。これはこれは
は、コクワのオスですね。おお、やったやったやった。待って、コクワのオスってことは、コクワってことは、マイナス1000円です。コクワのオスです。平田クワガタのメスっていう可能性もない。いや、コクワのオスです。まあでも、クワガタも換算するしかないな。ああ、オスだ。もうちょっとよかった、うん、もう誰もテンション上がってないもん。コクワだから毎年の常連。え、何？コクワいた。え、またコクワいた。え、え、何匹いんのここ。さっきのと違う。違う。さっき、ちょっとでかい。さっきより、え、これコクワなの？はい、めっちゃちゃんとクワガタじゃん。え、さっきよりめっちゃちゃんと。いや、これだいぶ小さい方よ。これマイナス2000円じゃん。俺マイナス2000円。いいよいいよ、ちゃんと調べるよね。 ありがとうございます。いやいや違うのよ、こんだけ森歩いてさ、この休憩してるベンチの横でめっちゃ見つけるよ。森で見つけてくれよ。あんなスズメバチ危ないとこ入ってるのに、こんな開けたところで。やっぱ休憩は大事ってことなんで、もうここでここは8匹ぐらい行こうよ。もうすごいね、休憩大事。ちょっと待って、ちょっと待って、ごめんごめんごめん。え、何？ごめんごめん、山ほどいる。え、ちょっと待って、山ほどいる。え山ほどいる。え、何がいる？何？え、ちょっと待って、お、ここはじゃん。ちょっと待って、山ほどいる。え、山ほどいる。ちょいちょい、ラッシュやめて。ここはラッシュやめて。やめて、ここはラッシュやめて。ラッシュやめて。1匹1000円ぐらいするから。山ほどいるわ。ラッシュやめて。山ほどいる。山ほどいるわ。山ほどいるわ。じゃあここはやめてて。山ほどいるわ。あ、いた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 。え、なになに？いたいた、山ほどいるわ。そんないるんだよ。山ほど。じゃあ、じゃあ、じゃあ、ノコギリ超えてっつってんのよ。いや、でも去年ノコギリだから。でも、そうは言っても俺ノコギリよりクワも好きだぞ。なにそれ。いた。え、オスばっかだね。いた、オスばっかりだけど。なんかよく見せませんくなったやん、もう。え、知ってもらってくんないじゃん。あ、すごい、いっぱい。すごい、いっぱい。国の森だ。国の森を見つけた。すごい、いっぱいだ、マメージ。いました、いました。え、何いました？あの、国話の後で申し訳ないですが。え、次に見してる。いける？手でいける？何が来た？カナブンですね。でもなんだかんだで今日初カナブン、初カナブンちゃんと捕まえたのね。カナブンやっぱかっこいいね。かっこいい。いや、でしょ？色合い最高だね。うわ、いいこと言うね。思えば。いいこと言うね。カナブンってかっこいいんですよ。かっこいい。その前もなんか同じこと言ってた。要はね、皆さんが見てるのは動画ね、 VV とか。いや、だからその、え、再放送になってるから。花むぐりとか。再放送になってるから。になるわけで、カナブンってかっこいいんですよ。ちょっとハグロトンボいらないから逃がすね。そんなにすごい。ちょっとハグロトンボ嬉しかったよ。もっとあんだろ、なんか、坂本ちゃん、はい、見つけました。おー、マジ？これクワガタじゃない？これ、あ、でかいでかいでかい。あ、メス？メスだ。メスクワ。これしかも何クワ？あ、え、あ、何クワだった？ここいるぞ、マジで。え、何？あ、ノコジリ。ノコジリのメス。なんでメスしかいねえんだよ。え、何これ？盛り上がろうよ、みんな。ノコジリのメス。東京ガールズコレクションだ、こんなの。あー、ノコギリの頭。なんで頭だけ。なんで頭。なんでオスはそんな食われんの？これ、今映してないだけで死体今めっちゃあるよ、6匹分ぐらいですね。ノコギリのメスです。コクワより大きい。よし、結果発表。やったー。熱い。まあね、ちょっとメスばっかり。あとコクワ。いいね、どうでそんなメスでやんや言うわけ。ああ、ガールズコレクションです。まあでもとりあえず一旦見てみようか。じゃあ、そうですね。はい、でかっ。はい、でかいね。メスですね。これメス、俺な。これが2匹久しぶり、ね、やっぱカブトムシ見ててかっこいいね。ほら、触れ触れ、みんな触れない、触れ触れ、触れない。久しぶり。なんかわさわさしてる。そう、あ、こんなわさわさしてる、ね、そうなんですよ。あ、本当だ。ちょっとかわいいんですけど。そして、まあ、ひまわりがね、ひまわりいいよ。え、ひまわりいいよ、いいか出してよ。ひまわりが1。はい、ひまわりが1。あ、おい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 。で、逃がし方よ。カナブンも1。結構かっこいい。おいおいおい、飛んでた飛んでた飛んでた。飛行能力見てあげてよ。すごいからね。で、ノコのメス、あの、おシャツが、これ見て、でかいよね、これ。これでかいね。で、あの、この足がね、かっこいいんですよ。こんな感じなんですか。
太い。なんで？ひまわりと金分は100円ずつ。100円ずつ、はいはい。え、なんでクワガタ戻したの？ちょっとあんま言うなってマジで。なんなん？マジで。マジで逃がしてよ。マジで持って帰るって思われるから。思われるよ。それなんで戻すんだよ。そうだよ。マジでやめて。なんか同じの2回出したみたいになるから。で、だからこう1回出していってここに。いや、めっちゃ出し方や。もういない。いや、めっちゃおるやん。あ、威嚇してる。クワガタ。あ、やばいやばい。こうしてるよ。すごい。ほらね、で、やばっ、すごっ。結構いるよね。ナミテントもいる。ナミテントこれいくら？テントウムシも。ここは可愛い、この子はちっちゃいちっちゃい。テントウムシ見せないで。ここは可愛い。すごい。可愛い。ここは全部で何匹いる？もう一匹。可愛い、めっちゃ可愛い。ね。で、メスのカブトムシがもう一匹が。いや、そうか。2匹いるんですね。あ、でかっ、こっちの方が。これ大きいよね。いや、すごいね。うわ、夏じゃん。待って、ここはめっちゃいるやん。めっちゃいるやん。結局何匹いるの、ここは。え、7ぐらいいるわ。いや、6かな。僕は6、うん、カブトムシのメス2、はい、ノコギュリクワガタのメス1、はい、調べてみて。じゃあちょっと値段調べます、はい、カブトムシメスは、アマゾンだとあんまり多分数が出てないのか、ほぼ600円。まあいいね、うん、まあ多分もっと安く売ってるとこあるかもしれんけど、アマゾンだと600円ぐらい、はい、だから2匹で1200円で、コクは1500円かな。うん、が7匹6匹6匹、うん、だから9000円。ノコギリクワガタのメスは、ノコギリクワガタのメスが一番安くても1700円なの。すごい。だ多分価値とかじゃなくて数が少ない。あのやっぱオスは800円ぐらいなの。なるほどね、うん、オシャス大健闘、はあ、ありがとうございます。すごいね。だ多分あの買う人が少ないからちょっと高く出してるんじゃない。ってことは合計でカナフン とあれで200円。200円ちょっとで、プラス、ここはやっとで9000円。はい、12100円。めっちゃ買うやん。ここ最近で最高よ。最高額。最高額。初めて5桁ってかもう、並ぶやつもないぐらい大勝負できるよ。大勝負できる、ね、で、個人賞は一番、でも個人賞あ、本当ね、いや、だからマイナスなんでしょ。まあでもここはラッシュということでね、もうしょうがないよ。じゃあメスばっかだから。いいですか、間取ってリョーマ。なんで？俺今日何も見つけてないの。この賞金システムリョーマチンのために作ったのに、ね、何も見つけてない。12000円で、はい、もう勝負ですね。勝って美味しいご飯食べようよ。そうね、ね、みんなでね。そうだね、そうしましょう。一応と一緒や。ということで最後ちょっとね、競馬やる前に、はい、ありがとうございます。坂本ちゃんには、いいのかい？マジでよかったね。いいのかい？今日1位だった。いいのかい？うわ、じゃあ、すいません。うわ、乾杯。乾杯。どうぞ。ありがとう。いやいやいや、ありがとう。いただきます。いただきます。うんま、うまいよな。うまいわ。うんま、伝わらないけどこれじゃ足りないぐらいみんな汗かいてる。ということで、ちょっと何だかんだありました。はい、だいぶ時間経っちゃいましたけども。そうですね。どこやる、船橋か園田。もう、感覚で言っていいよ。早いやつでいいよ。そうね。うん、早い、あ、時間がね。時間で言ったら園田が2分後だな。早いな。2分後無理だな。2分後無理だな。いいでしょ。ちょっとそうね、船橋でいいか。まず船橋から行こうか。まず、うん、いや、もう一撃勝負。1万2000一発？はい。それはそうですよ。うん、だから、坂本ちゃんが一番捕まえたから、はい、坂本ちゃんに2頭選んでもらって、いい、わしら1頭1頭ずつの3連単ボックス。3連単ボックスね、うん、60点なんで6000円じゃないですか、うん、はいはい、さっき全部で12000円。12100円、100円でしょ、うん、だから残り6000円、100円余るわけよ、うん、まあ、100円はいいとして、うん、坂本ちゃん2頭選ぶうちの1頭をちょっと本命にしてほしい、うん、なるほど。そしたらその4頭になる。それ4頭の生まれんボックスを1000円ずつ買おうよ。おお、6通り。だから4人で選んだ1頭ずつの馬が2のうちの2頭が1、2着になれば当たるやつ。おお、ちょっと簡単になる、うん、3頭全部が入らなくて大丈夫。なるほど、うん、そう。でもそれ 1.1000 円買えるからいいですね。あ、6通りなんだっけ、6通りボックスは。そう、おお、じゃあぴったりじゃん。そうだから 100,、うん、そう、100円はじゃあもうなるか、うん、一番馬が絡んだ人にあげよう。うん、ちょっとね、まあ、じゃあ今から読み上げるから、うん、好きなの最後にせーので言おう。で、坂本ちゃん2頭だから覚えておいて。もう完全に名前でいくんだよね、お三人は。俺はごめん、見るわちゃんと。あ、なんで、あの、よ、あの、
倍率とか見るわ。倍率見ないでほしいな、なおちゃん人気選びそうだよ。わかりました、じゃあ名前でいきます。じゃあ俺も今本当に隠した、本当に隠した。名前でいいか。じゃあ1から言うよ。1、マドモアゼルエリーね。で、2、ブレストウィング。3、バジカグエブリ。4、ビッグバーアイ。6、10、ルビューキタイヤ。俺も完全にここにしたいっていうのある。いや俺も決まってる。もうこれ、じゃあちょっとせーので言う。せーので言う。せーの、ビッグバーイ。なんで合うの？なんで？かっこいいよね。めちゃくちゃかっこいいじゃん。めっちゃかっこいいよ。名前がめっちゃかっこいい。ビッグバンも好きだから。ビッグバーイ。最高だと思う。じゃあまあいいよ。じゃあビッグバーイ。あ、俺もらっていいの？うん、大丈夫。じゃあ俺ビッグバーイ。じゃあ、もう被っちゃったから、俺もうこれ数字見ちゃってるから、もう 1.9 倍だから、申し訳ないけど俺マイネルショップ選んでくれ。お堅い。やっぱ一人はね、これやっとかないといけんから、1.9 倍はやっぱ逃す。残さないからね。なるほどね。うん。じゃあ俺がもう自由でいいよ。じゃあマドモアゼルエリー。マドモアゼルエリーと、どうしようかな。月にかり。月にかり？うん。じゃあこの月にかりね。どっちが本命？どっちがいい？どっちでもいいよ。月だろ。月は本当に月なのでこれ。じゃあオッズとか見なくていい。うん。いやオッズわかんないよ。もういいです。名前。じゃあ月にかり。月にかりをじゃあメインの方でね。はい。じゃあ僕はちょっとパドック見て、パドック見て、はい、決めます。お願いします。ということで僕ちょっと選んでいきまして、はい、僕はめっちゃパドック良かった龍騎太陽。龍騎太陽ちょっと迷った名前。名前かっこいいよ。かっこいい。でこれでいきます。じゃあまず3連単買おうか。あ、まず龍騎セット買おう。12,000円。なんかあこのあすごい安そうだ な, なんかすごい人気してきてるな。月にかりがグッて下がったわ。でもビッグバーにも人気だわ。なんかすげえ、うん、やっぱみんな名前で選んでんだ。だから名前で選んでないじゃない。名前で選んでやっぱそうだ。やっぱかっこいい馬だな。でも、この中だったら龍騎太陽とマドモアゼルエリーが絡めば高い。ちょっといい、うん、なるほどね。1位マドモアゼルエリー、2位龍騎太陽。ああそうね。3位多分ビッグバンアイとかだったら、うん、もう放送中止。坂本ちゃんは月にかりが本命。本命にしようかな。これ安そうだな。馬連ボックス、はい、うわーすごい。本当に3連単ボックス14580と、馬連ボックス45,80、1000円ずつ。いいね。なんかこれで俺ら申し訳ないね。なんかいやノーリスクで。さあ終わりました。係員離れて頑張ったんで。だいぶスタートしました。めっちゃスタートいい。大外10番で行きたいよ。もう外でいきますが、これを5番のマイネルショック、そして6番トルテオと制して前に出ていきます。先頭は5番のマイネルショック、2番手6番トルテオ、その後ろに3番のバジカクエブリンと4番のビッグバンアイと続いて、10番のリュウタイヨー5番手に入りました。その固まって差を詰めてくる1番のマドモアゼルエリー、8番スキーカリー、さらに外に9番のバロンウィンク、後方の一角に2番のプレストウィンク、一方離れたのが7番のスーパーフィック。各馬これから3コーナーカーブに差し掛かります。各先頭5番のマイネルショック、リードは2馬身から3馬身、2番手6番のトルテオ、3コーナーから3、4コーナー中間、後ろは3番マジラクエブリン、そこには4番ビッグバンガイ、あとは9番バロンキング、10番リュウキ太陽、後方を続けている8番スキーカリー、インコースは1番マドモアゼルエリー、7番スタッフレストウィング、4コーナーから直線、ジョッキー後ろを見た5番のマイネルショップ、先頭リード2馬身ぐらい、ここで追い出される追ってきた3番スキーカリー、4コーナーに回ってきて6番コルテオ、3番バジラクエブリン、2役を通過、外から3番バジラクエブリン、今度は先頭内を通るマドモアゼルエリー、そして6番コルテオ、マイネルショップは遅れた、先頭は振り切ったか、3番バジラクエブリン、内からマドモアゼルエリーが下って、バジカクエブリン先頭でゴール。バジカクエブリンだ。俺すげえ名前だなと思ってたんだよ。え、待って。一番マドモアゼルエリー、三番手六番のコルテオ。バリを荒れたと思うわ。その後ろ最後追い込んだ二番のプレストウィング四番手。え？待って、勝てない馬が何頭来た今？え？超級を分け。勝てない馬二頭来た。三一二とかだな。え？あ、何頭買ったっけ？あれは五頭。うん、五頭。12,000円なくなりました。で、坂本ちゃん選んだの来てたんで、あまりの100円。ありがとう。うわ、うわ、次2だ。すごいね。あ、待って、3連単、はい、354,780円。うわやば、本当に、なんていうの、季
奇跡的にそれを俺らが選んでたら35万だった。なるほどね。やばいやー。生まれんは生まれんは8000円。うわ、8万だよ、これも。そんなの、だからもう、だバジガクを誰かが見つけてればよかった。うん、なるほど。だってね、マドモアザーザマダジは、ね、坂森ちゃんが選んでるから、俺が変にマイネルショック選んじゃったからマジカクエブリンなんてスロッターからしたら選んでるもんな。おっつ、みんでええって言ったのに。しかも数字が3番、3だったら俺選んでた可能性あったわ。なんで？え、3好きなんだよ。何それ。だとしたらなんで2頭選んでるのに選んでるんだよ。いや、やばあ、これだ。ちょっと撮ってるから。